这记忆没有配音，好可惜哦。那虫虫说在这边讲话，我脑袋都会去飘着他配音的声音。品味，命名品味很有问题。凯撒夏侯淳，感觉虫虫兽喜欢帅帅的大男，很 man power 的大男。Hello Coco， 蝴蝶的由来。
あんなこと言うつもりはなかったのに。又还特别配音呢，前面都没有配音。気にするな。仕方なかったのさ。でも、せっかくあいつがかばってくれたのに。きっと気にしないさ。そういうやつなんだろう、あいつは。そうか。気にしてるのはお前の方か。真的、又真的是真愛。还特别配音。高校に入ってもまだ弱い自分を見られたのが悔しいんだよね。しかもまたガキの頃みたいにあいつに助けられちまって。イエーイ、男女、女男。悔しかったらやり返してみろよ。できるわけねえよな、ゆうちゃんだもんね。小悠悠。また泣いてあいつに助けてもらうつもりかよ。情けねえな。違う。俺はあの頃とは違う。あいつに助けられる俺じゃない。俺じゃないんだ。そうだ。お前にはもう俺がついてる。俺はお前の味方だ。俺の言った通りにしたら全部うまくいっただろう。アカウントを奪われたせいであいつはお前を頼り始めた。初めてお前はあいつを助ける側に回ったんだ。もうお前は弱いだけのお前じゃない。でも足りないだろう。また弱いところ見られちまったもんな。あいつの中ではお前はまだ弱くていじめられっ子のゆうちゃんのままだ。いやだ、そんなの嫌だ。わかるぜ。それなら欲しいものは欲しいって言わなくちゃな。お前が欲しいものは何だ。俺がそれを叶えてやるよ。俺が欲しいのは。俺には聞こえるぜ、お前の声が。俺の声。なあ、本当に俺の願いを叶えてくれるのか。もちろんさ。穂坂を倒してよく分かっただろう。奴にとってお前は対等なんかじゃなかったんだ。あいつにはお前よりフーディエの方が大事なんだ。仕方ないって諦めるか。あ、それもいいかもな。どうすればいい。決まってるだろう。やつがもっとお前を頼るようにすればいい。お前の手にはやつのアバターがある。それを使って前みたいにあいつに揺さぶりをかけてやれ。ケイの素顔を探してやれば、あいつは自分が本当は誰なのか。そうすればあいつはかつての自分を知る唯一の友人であるお前に助けを求める。動揺したところをすかさずお前が助けにやってくれば、今度こそあいつはお前を信用するようになるぜ。穂坂と優、敵と味方で二つの顔を使い分けたように、ケイと優、今度はこの二つの顔を使い分けるんだ。そうすればあいつは俺を頼ってくれるのか。今度こそきっと大丈夫だ。やるよ。それであいつが俺を認めてくれるなら。それでいい。
それでいい。逃げられちまったか。またフーディエにしてやられちまったな。くそ、なんでどうしてまたあいつらと一緒に行っちまうんだよ。なあ、いい加減悲しくならないか。お前がこんなに頑張ってるのに、あいつはちっともお前を顧みてくれないんだぜ。悔しいよな。どう？そろそろ別の方法を試してみるっていうの。別の方法？そうさ、お前があいつになっちまえばいいんだよ。俺があいつに变成村姑的形状。さあ、何せお前はもうエデンであいつを手に入れてるじゃないか。でもこれはあいつじゃない、ただの入れ物だ。そうさ、だからお前が中に入って理想のあいつになればいい。そうすればお前とあいつはいつも一緒だ。勝手に離れて行ったりしないんだぜ。俺が、あいつに。そうだよな。お前は、もうここにいるんだ。それなら、俺がお前になればいい。俺たちは、ずっと一緒だ。俺の思い通りにならないお前なら。恐怖情人，完全是恐怖情人，怎么变成我的形状？村姑的形状，村姑的，又是村姑的。嗯，いい声に仕上がってきたじゃないか。人間ってな、本当に愉快だね。愉快で滑稽で。この喜劇、最後まで楽しませてもらうぜ。影像部分有缺损。新哥哥，
与爱人度过之日的日记。哇，真的很百合哎、欸！飞跟优子，用一边盐味嘛，我想他应该是自暴自弃，随便用一用，没想到优子居然最喜欢那种口味。应该是表示是 Queen 的意思。好可怕！好可怕！下次做一杯喝，我才不要呢，超可怕的。男人都是野兽，劝你再多想想比较好。被打枪了，好惨的记录。
被发卡了。冷静点。某人的记忆，某人是谁啊？谁？这到底是谁？解读不出来，解读不出来是谁？负面教材，劝世文就是了。好劝世啊，什么是入侵者？阿康吗？哦，你是说告白的那，不知道是谁的告白吗？有可能。这都在教学，外表特征。
集团中二。哇，这真的全部一连串的教学。教学越来越简略了。Hello， 小咪。Don't stop， 其实我不太会玩 Don't stop。Enjoy Chat， ようこそ。Enjoy Chat へ。チャットルームを選択してください。对啊，他是潜水。
AMA 是村姑。享乐票券，那这个呢？登录。この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らはさまざまな事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ。世界を木から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これはそんな僕の物語。这不就开头动画吗？这不就开头动画？这该不会村姑的回忆录全部都是开头动画吧？艾莉卡登场，我好像大概也猜测得到是什么。奥米加兽诞生，还真的都是开头动画。对啊，我已经破关了，只是这些记忆我今天才全部拿完。我本来还很期待说，这边村姑的回忆录是有关于时间线是在，就是在艾莉卡离开以后，他有去做什么样的记录，结果居然全部都是动画，让我超失望的。超偷懒的啦！
真的是粪便啊，真的是粪便。最后一个，最后一个居然直接片尾曲，片尾曲啊！啊哈哈！怎么可以让人这么失望啊？怎么可以让我这么失望？迪克就是你左上角的，我画面左上角的那个 logo。时代调查任务，不知道我现在有没有了。我原本很期待村姑这边的记忆会不会是，就是在讲说，就是有一点类似那种小日记，在艾莉卡消失以后的世界，然后记录了她的生活之类的。结果居然给我这个，超失望！天，一直看。怎么可以让我这么失望啊，真是太不可思议了。然后这份记忆，我真的是看到制作组对优的真的是真爱，全部里面就只有优有配音，只有优的记忆有配音，其他都没有配音，真的是真爱，这绝对是真爱。没兴趣吗？我在猜 AD 卡之后可能会在其他数码的游戏里面出来吧，就跟我们之前看到的米雷啊，还有另外一位那个 Vivi 的那两位一样，就是四处去其他的数码游戏客串。艾莉卡感觉之后也会变成这样的身份。